チャラえあごご,ごめんなさいお久しぶりです生配信生配信中でございます、えー、昔はよく月にあ二23度やっておりましたけどもそんなやってなかったかはい定期的にやってたんですけどもね、はい、お久しぶりです今回はなんとえコントシネマ3兆11月19日全国労働省公開記念特別生配信よろしくお願いしまーすうィッフ いや,やなななか見るんやめようってなるから<や>見るんやめようってなるからいや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 まあ、山頂ってなんやねんっていやコントタクシーやねこれすいませんねこの木箱もね使わせてもらってますホントに意がとく椅子にもなるしテーブルにもなるし便利な木箱ですマイ木箱です本当にはい購入させていただいておりますはい 山頂特別記念生配信ですから、まああのー、全国ロードショーということでね11月19日から、はい、もう4日後です、はい、4日後に映画館で全国でバーッと上映されるわけです。それの 山長ってなんやねんと思ってる方々に向けてちょっと説明させていただいていいですかまあどうですか皆さん絶対見に行くぞっていう方はどれがい,いらっしゃるんですかねそうやねもう見に行くと決めているっていう方どれぐらいいてらっしゃるんでしょうかねはいあ行<ー><ず>くか迷ってますっていう人いいですよ山長サンキューな意味を兼ねてるの好きあーはいはいはい後藤黒板消しみたい黒板消し持ってるみたいね はい、ですね。すあ、ほんこれ何なんでしょうね、これは。<laughs> あ、なんか、いただきましたよ。何、<laughs> スーパーチャット。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ええー、まこりんさん、こんばんは。お疲れ様です。久しぶりの YouTube での生配信、楽しみにしてます。映画三上公開まであと4日と迫ってきてますね。す映画も、そして単独ライブも、無事開催されますよ。心に願っております。盛り上げていきましょうね。戦おうや。 いやちょうどこの映画三兆となおかつ12月の単独の告知も、えー、していただいたコメントです嬉しいですありがとうございますやめろその人に言 <laughs> ったやたしいんだよありがとうございます <laughs> いや本当にねああちょっとあのー、こっちの方がタイムラグあるなほら <laughs> そっちの方が最新やわ拾っていってはい なんかテレビで見るとめっちゃ画質悪いんやけどすみませんなんかなんかそういうもんですよね <laughs> あ、そうなんやうんテレビで見ると画質悪いんやゆうどんさん、山頂ですありがとうございます,いますえー、トーク付き上映チケット抽選外れましたうお<ー>えー、ま、レイさんすみません DVD 出るプラネットさん出ません今のところ予定しておりませんはいはいブルーレイとかなりませんかね、なりません予定しておりませんすみませんえーっとまああれですね、だから かなさん映画楽しみです今週2回見に行きますありがとうございますありがとうございますあのー、あんまり僕たちのこのネタ見たことないぞっていう方が見ていただいても全く問題ございません、はい。本当にもう一つのストーリーとしてコントシネマとして、えー、楽しんでいただけるかなと思っておりますはい予備知識いりませんっていうより、あのー、既存のキャラ出てきませんのでねっ当に出てこないので外国の車だった たまにあるよね、あの、会社のタクシーね嘘左ハンドルうん嘘ごく稀に味わったことない、左ハンドルタクシー、えー、<laughs> 味わったことないねんけどああ、抽選外れましたという方、ちょいちょいい,いらっしゃいます上演時間はどれぐらいですか田中太郎さんから上演時間はどれぐらいですか100分ですはい、だからちょうどいい感じですはい。 あのあれ映画この映画ってまだ終わらへんのかなって一生も山あるじゃないですかありますありますあっこで終わりますそうですちょうどええねんな1時間半ちょいぐらいがはい、はい、でトークショー付き上映のチケットもありますけどトークショーは30分を予定しておりますえっと最も近いトークショーはいつですか東京の池袋えっとそうですね11月20日ですねはい、はいはい、やりますええー、上映後のトークショーになりますはい、はい、でまあねあのー、まあ東京とか その他のトークショー、はい、次上映は結構ご好評頂い,いてるんですけども、はい、この際ちょっと言わせてもらっていいですか言言っっちゃうのそれ言っていいと許可が出たんでわかりました「福岡全然売れてへん!」やばいらしいですよあの単独ライブのチケットの売れ行きの感じでいくと「福岡大丈夫やろ?」ということであの「 あのー、こっちの陣営が、あのー、勢いづいて通瀬にしたんですけども <laughs> なんか通瀬ともうチケットやばいらしいですよ売れ行きすっかすかなるみたいなであのっ今福岡の方見てらっしゃったらあのコメントください、はい、俺スカスカ嫌やって <laughs> そう福岡本当にやばいんですよマジでそ,のそうなんですよ通瀬、えっと、名が特にやばいねんな福岡でまだ特賞付き上映どうしようかなって迷ってる方いたらあの余裕で今取れますあのまマジでその、はい 余裕の余裕の桁違いの余裕やな。そうです。はい。まあ具体的に言おうか。まあまあ言っちゃうの？どうどう？モセキラに言った方がいいんじゃここは。だってもう日にちもそんなないで。でもええ格好しいやで俺。いやそうやねんけど。そこはもう一回置いといてさ。ほんまじゃあ言っちゃって。半分以上余ってるはず。えでもええええ通せやるやな。そうや。ワンセメは？まあ半分ぐらい。はず？通せめは？半分以下。半分どころらしいで。 3分の1くらいしかってないいらしいですよえかっこしいやのに福岡なんていけないよいいや福岡の方いらっしゃらないですかそうやね福岡いつですか日にちをしっかり言いましょう、はい、ふあの日にちと会場をしっかり言いましょう、はい、10月21日ああお前来年のやつたっなっちゃうだろう下手くそダーンおいえー、っと11月21日 ユナイテッドシネマキャナルシティサー3さんよーい今の一回で覚ぼれたな覚おぼう完璧よ会場全部覚えてますから覚ぼうっつってほんで時間帯がおっくんさん福岡在住ですジャルジャルさんこんばんはいつも楽しみに YouTube コント見させています家事をしている時に見るのにちょうどいい尺でいつもクスッと楽しく見ていますこれからも応援してます映画も楽しみですありがとうございます一回目十四時十五分1回目14時15分, 1> 1時15分開演<園> 二回目が十七時十分回。チ、はいえー、ャンネルスティーズさん。福岡犬連れて行ってもいいんですか。多分ダメだと思います。福岡 <laughs> あんまり犬見たことないねんけどな。コジコジまよしコジコジまよしおさん。やっぱじゃじあなんか恥ずかしいコメントなんでやめておこう。なんで。<laughs> やっぱじゃるじゃるかっけえなって。<laughs> <laughs> なんか,じか自分で読むめちゃうやろ。<laughs> 確かにね。このお褒めの言葉を自分で思う恥ずかしいですよね。はい、うん。 福岡の人たち、チャンスです、その通りです、そうなんです、えー、お値段はなんぼですかっていう、トークショー付き上映のお値段映 3,、はい、映画が見れて、その後トークショーが見れて、映画が見れて、その後トークショーが見れて、全部ひっくるめて 3, 円なんです、円映画は100分ですけども、トークショーというのは、大体何分ぐらいですか え愛媛県民なんですけども、福岡行くか迷ってます。確かにね。いや、やないからそうか。ええ、愛媛は福岡な？近いの？大阪とか。一番近いの。そうなの。広島ってなかったね、たっけ？広島ないね。あ、ないんですか。なるほど、じゃック。そうか。なるほど。すみません。遠くおたべさん、福岡です。アフタートークあるの知ってびっくりしました。泊まりさせて帰りました。楽しみしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。 まあ、あの僕らもこの間ね、あのー、完成披露試写みたいなんでね映画館で見て,見てきましたよえー3日前3日前です、ね、初めて見たんですよ遅っ完成披露試写ギリギリやん <laughs> ほんま納品ギリギリやったみたいな、ね、納品ギリギリで、はい、いやーよかったですよ本当にまあいろんなねあの裏話もあったりするんですようん、うん、あのー、ここをぜひね見といてほしいとかねはいはい1個もさすがあれ言っちゃうあ言っちゃうあ ポスター。単独のポスター。単独のポスター。忘れてるやん。<laughs> <え>あの映画三兆。<laughs> ああ。はい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 。の中で、ねえー、映画三兆の中にですね。あの我々は12月に単独ライブするんですけども。そうです。そのポスターが CG やんな。 でで CG でどこかに貼られてると <laughs> <か>、はい、隠れなんちゃらみたいな感じで見つけてくださいみたいなことですけ、ね、単独メルシー君の単独ライブのポスターが劇中に出てきますのでそれ探すのもちょっと楽しいんじゃないですか知らなかったから気づかなかったですけど気づんった。ね。ね言われてみたらそうやったんやえ、はいえー、バナナヨーグルトさん福岡2回見に行きますと<お>母と妹を連れて行くのに失敗しました失敗したあなるほどそうですか <laughs> あ、えー、と仙台は売れ行きどんな感じなんだろうって来てます仙台はどうですか <笑><笑>あでもとにかく福岡があまりにもということですね、はい、まだ売り出してすぐやもんねまだ仙台は芳しくないと、はい、まあまだまだこれからということです、はいはい、何やろうねだからストーリー的なことで言うとまああのー、2人のね学生学生2人が友達いない者同士でつるみながらじゃれ合いながら、はい、そこからなんか2人でね夢を見つけて。 それに向かっていく様であったりだとかまあ男3人でルームシェアしてるそれぞれいろんな仕事しててそれぞれ夢持っている様であったりだとかねっ芸人,芸人男女コンビの芸人がね揉めながらもどうなっていくのかとかそれがぐわっと絡まり合って、はいえー、っていう感じ全部僕たちがやってますはい全11役よろしくお願いします。撮りながががららもう頭こんがらがって、はい こいつとこいつどういう関係性やったかなみたいな本当に大変でしたその頭での整理はでも全部つなんか繋がってるような感じになってますよ前回の単独ライブの開催中にね撮影してましたねいやそうです昼は映画撮影夜は単独ライブみたいな感じでございましたそうなんですよ,ですよえーまえー、マイルドセブンはメビウスさん、えー、20日トーク付きいきますありがとうございます彼氏と行くんですがジャルのネタ見せたら真顔で心配でした <laughs> あ,ありえます,いいす、ね、ありえますまあまあでもあのー、どうでしょうね ほんとシネマは別物として見ていただきたいですね、はい、駒鳥さん、うん、福岡まで1 5 0 0キロあるから許してああまあさすがにそれは逆に仙台の方とか来ていただけたら嬉しいですね結構タイムラグがあってね、はい、やっぱジャルジャルかっけえなが遅今,今出てきてん <laughs> 何これ映像は結構工事早いねんけどな 19歳大学生です。映画見たら夢見つかりますか？見つかります。<laughs> どうでしょうね。何も感じていただけるんでしょうかね。はい、子供も子供が見ても面白いですか？ああはいとは言えません。でもあの子供が見てもこれはおもろいやろみたいなネタもありますよね。あります、うん。うん。全体的にどうでしょうね。でも別に子供が見れないみたいなそういうあの極端い描写とかそういうことはない、ね。はないです。ない。一つもないです。もうコントなんで本当 どこか後藤さん、それ上位チャットにしてませんかすべてを表示みたいにしてください上位チャットになってるどういうことプライムビデオさん、アフタートーク付きっていうのはリアルにジャルジャルさんがやってくるんですかあ、そうですよもちろんですその現場にって僕た誰が出てくるんですかあすみません、映画館のスタッフでございますこういかった。そうです、どうやらりささん、静岡です、絶対見て来ますジャルジャル大好き、ありがとうございますいや、それも上位チャットになってるやんほんまやなんで うまい。全部出たら、ほら。キム木村さん、ポップコーン食べていいんですか。映画館に来てください。映画館でオッケーでしょう。ええ、くまさん、山頂とはどんな意味ですか。教えて、後藤さん。ああ、僕。なんやね。え嬉しいやんか。間違えたな、聞こえて。ええ、岡ちゃんさん、山頂楽しみです。映画館、ガラガラだと悲しいから、何回も見切れます。ペチです。では、周りの人に、おすすめしたいと思います。ぜひお勧めしてください。本当。あ、そうや。一回ぐらいでいいんだね、見るのは。あの。 あのポスターがですね。はい、あの全国のセブンイレブンで、はい、皆さんあの勝手に印刷できるんですよ。どうやって。あの番号を打ち込むんです。番号は。あのね、まさお君。<laughs> <laughs> あの、あれね、もう言ってるよね、それ。ポスターが印刷できるって、自由で、自由に。えー、全国のセブンイレブンでポスターが擦れるんですよ。えっと、サイズは。まあ、それはね、うん。まあ、あの、おいおい発表し。わからないと言えば、分からん。<laughs> えっとどれぐらいだっけなこれぐらいじゃかったっけまあまあまあ超で感じちゃうあ何サイズっていうのかなそんな大きいちょい大きいこのいわゆるこのこれぐらいじゃなかった記憶あるけどなんか枠を切ってっていうのがねそう、まあ家で春なりですねはい。まあどっかに春なりしていただいてインクリングさん映画に出てきたキャラは今後アイランドに出たりしますかどうでしょうねそれはちょっとまだわからないですねわからんねどうなっていくのかえインマヤさん絶対見に行きますありがとうございます うん、これはいアルダスアルダス山丁どんな意味ですかということなんですけども、はい、まああのー、ポスター見たらね結構この山の感じででタイトル山丁ですから、はい、まあなんとなく分かるんじゃないですかはい、まあ、それがどういう意味なのか、まあ、見ていただいたら分かりますはいはい仙台申し込みました妹を連れていきます姉妹ともにジャルジャルさんが大好きです当選しますように当選します絶対大丈夫です、はい、間違いありませんアルダスはい 優しい生活さん新宿のトークショーいきますみんなで、ね、どんぐりまさぐりましょう映画館でコント見るのは初めてだけど笑いをこらえずに連絡ゲラゲラ爆笑してもいいのですか土曜日が待ち遠いすぎます映画館でコント見るというあの感じではちょっと、うん、違うのかもしれませんほんまどなんなんやろうな、うん、確かにあんまり今までないジャンルなのかもしれませんねまあコントシネマと言っただけあってこちょうどいいワードかもしれないねほんまそう、ね、映画とコントの間ほんまに、うん 今年に高校の同級生のひげがめっちゃ濃くなってる <laughs> 昼からずっと撮ってたからへとへとや高、ね、校から一緒やからやっぱりこいつひげ濃くなったなとかやっぱ思うな高校の時はやっぱこんなひげなかった時に朝剃ってんけどなもうこれや、うん、まあお互いなひげ <laughs> 伸びる早かったしひげの範囲が広がなったな <laughs> そうやな、うん、青ひげになってきましたわはーい今日35本りましたね えーそうなんですけどジャルジャルタワーの撮影でございましてえーと、ま、ストックはいつまでいけたんやったっけえー4月の頭まで溜まってます <laughs> 何をそんな急いで撮って YouTuber ーー <laughs> トップちゃうこれできればあの35本ぐらい撮っていただきたいですみたいな LINE がスタッフさんから来ました <laughs> なんで <laughs> こんだけストックあったら30本でええやんいつも30本なんですよ大体大体30本なんですよ、はい、次回から35本撮っていただきたいですっていう LINE がプロデューサーさんから来ましたなぜか で、今4月頭までたまってるらしいですよはい、はい、<laughs> まあ余談ですけどそ,そのプロデューサーさんは今日ね夜ご飯のお弁当を持ってきてくれるときに、はい、あのグループ LINE に「お腹空いてますよね」って LINE をしてから「まもなく弁当つきます」ってあのほ,のほのぼのしたエピソードますあのラインだっさんでしょうね。<laughs> ほんまにつくつくここに着く23分前に来たよな LINE おなかすよ、ね、お腹空いてますよね「ま <laughs> もなく到着します」って言23分後に「お待、ま、たせしました」ってのその LINE で。 いや本当に素敵なねプロデューサーさんで <laughs>、はいはい、支えられてますアグレッシブに行きそいでますねまさに <laughs> この言葉はねアイランド見てる人はわかると思います道 <laughs>、ねえー、子さん今週末舞台挨拶とトークショー見に行きます仙台も申し込みました今年まで新しいジャンルの映画をそして大好きなジャルジャルの二人が演じるキャラを大きなスクリーンで見れるのがめっちゃ楽しみ若々とりませんとにかく楽しみめっちゃ楽しみしてますありがとうございます,あす素敵な思い出を作ってもらいたい何のラインやね <laughs> はいその通りこの白い空間は映画に出てきますがここはね出てこないのがまたこれ映画の良さですそうここはもうここだけなんですはい、うん、ちょっとなんかコントでもしておきますかああそうですね、はい、えっとじゃあその山頂の中でやってるコントをこの白掘りバージョンで、はいはい ちょっっとやってみますかまあ要はあの急ねあのちょっと用意としてはチャチいいけど本格的な方は映画で見てくださいという意味でそうその違いも楽しんでもらうという意味でもね、うんうん、ちょっと見てもらえますかチャチー小道具になりますけどもそうそうそうはいまあタワーは本当に本当にチープさを売りにというか本当に100万人登録いってるチャンネルなんかっていうぐらいあの小道具がチャチーです <laughs> ボクシングの設定でね、あの殴り合うっていう設定やりたかったのに僕の方だけグローブなくて、白いタオル巻きつけてやってたぐらいですから買ってもらえなかったですほんまに1 2万人登録なんかなと思いながら <laughs>、うん、<laughs> そういうあのー、工夫しながらやってるチャンネルなんでねチャチーバージョンのネタでやらていただこうかいはい、ジョジョさん絶対にいますジャジャルタバーとランド大好きです学校のリモート授業中、自動再生で永遠見てますとありがとうございます嬉しいですじゃあ行きますかそうやね エビフライさん、次がガラガラだったら、とても寂しいので、ジャルジャルさんの顔をいっぱい持っていって、賑やかにしておきます。<laughs> 顔をいっぱい持ってって。<laughs> えっと、どれやろうか。ええー。じゃあ、順番的には。ああ、これか。はい。<っ>ちょっと個人的に気になる、このはい、はい、コントすると。うん、えっと、見ている人数が、えっ、ー、と、どういうふうに増減があるのか。ってのあ、そうやね。うん。えー、ただいま、えー、コント前。 です,あれだすこれがコント後、えー、何人になっているのかはいコント映画「三兆の中でやっているコントをジャルジャルタワーのセットでチャチーですが本気でやってみますよいしょコント美容室やった あ、いらっしゃいませあ,あ、すみません予約してたものなんですけどもあ、はいはいはい、はい、あ、どうぞどうぞいいです,かすみません失礼しますはい、ありがとうございます失礼しますこの店は何で知ってくれたんですかあ、あのネットでちょっと調べて、うん、あ、近くにあねやっていう感じですねあ、はい、ありがとうございますえー、じゃどんな感じで

はいえ、あ、え、あ、鏡はあ、当店鏡ないんですよ鏡ないんですか、はい、珍しいでも仕上がりはあの見ていただくのでご安心くださいねいやいや、鏡ないとそんなじゃカットしていきますねうわ、気まずい目開けてられないあ、目見たれてくださいね、はい、なんで危ないので目見たれてくださいね何が危ないんですかえ、こんな初対面の人とこの距離で目見れないです、僕 しんどいあ、目見立てくださいねいやいや、はい、すみません、なんでですかあ、あのこれが一番切りやすいのではい。僕の絵関係ないですよね、あんまりあ、僕も見てるので、はい、それが気まずいんですあの美容師さんは,はハサミを見てください<あ>目見たらだいたい距離感わかりますのでえ、何このやり方、鼻当たる鼻当たっちゃうはい、いい感じですねじゃあ横切っていきましょうかはい、よいしょ なんでなんであ目見ててくださいねいや、これ僕、あの、回転する意味ないですよねあ目見ててくださいね、僕も見てるので恥ずかしい、鼻当たるいやいや、初対面の人と鼻当たるのしっかり目見ててくださいね、危ない目見て,てね、距離感掴めるまでねすいません、恥ずかしいはい、いい感じですはい、じゃあ逆サイド切っていきましょうかはい なにこれ絶対間違ってる切り方あ、目見立てくださいねい僕が回る意味ないんですよあんまりあ、これが一番切りやすいのでいやもっと研究してくださいなんか変すぎる切り方あ、あの専門学校も行ってないのでい行ってないのしっかり目見立てくださいねいや専門学校行ってない僕も見てますので美容師免許持ってますよね持ってない <laughs> 鼻当たる <laughs> 外れかもしれな当たる <laughs> 当たってる はいいい感じですねすごいワシバナはいじゃあ前髪も切っていきましょうか前髪はいえー <laughs> ちょっとなんですかこの切り方あ目見ててくださいね僕も見てるのですみませんおかしい絶対こんな切り方でおかしいちょっと目開けられない髪が入る目にあ目見ててくださいね僕も見てるのでね目に入るんですよ髪がはーい OK です何これはいじゃあ後ろ切っていきましょうかはい よいしょ、よいしょ。<laughs> 絶対違うでしょこれ。あ、目を見せてくださいね。僕も見てるのでね、しっかり見つめ,めましょうね見。見えてないですよねハサミ。あ、大丈夫です。目見せてください。距離感つかめるので。慣れてきたなんか。はい。どうですか、焦点やってますか。ただのものに見えてくる。ちゃんと焦点やってますか。焦点、いや恥ずかしいんで、焦点ちょっと近づけてぼかしてます。あじゃあしっかり合うようにしましょうね。あ、恥ずかしい。 焦点しっかりはしましょうね。何この切り方、全員にこれやってるんですか。はい。え、マダムとかにも。もちろんですよ。そうでしょ女子大生にもです。ましてこの赤いや。はーい、これが一番切りやすいのでね。おかしいってこれ。はい。いい感じですね。はい、じゃ、シャンプーしていきましょうか。はい、はい、あ、じゃ、このま,ままで大丈夫ですよ。は,い、はい。はい、じゃ、ゆっくり倒していきますね。はい。はい、じゃ、シャンプーしていきますね。いすはい、じゃ、タオルをかけます。

はいお疲れ様でした。あ目見立てくださいね。うわこの移動中一番リアルだ。目見立てくださいね。うわここ現実的に。あ椅子こっちですね。あ目見立てくださいね。はいはいはい目見立てくださいね。はいよしじゃドライヤーしていきますね。ええ？んですかこれ？すいませんなんでこれおかしい絶対こんな。あ目見立てくださいね。目見えないですこれ。あじゃ目見ようとしてくださいね。 絶絶対対他他ににややややりりりすすすいい方方法ありますよ法他の人見てくださいもっと普通、はい、の美容室見て研究してくださいもっとはいありがとうございましたあじゃあ,あのワックスの方はどうなさいましょういや怖いんでもうやめときますもう大丈夫ですか

三千五百円ですね。はい、はい。あこれ五千円ですね。六千円ですね。なので、はい。なのでお釣りが二千五百円になりますね。これ見ちゃダメなんですか？はい。あ目見てくださいね。めっちゃ気になる。はい。ありがとうございます。明日。目パチパチして。あ、目見てくださいね。僕だ仕上がり見たいんですけど。あ、じゃあ仕上がり見ていただきましょうか。はい。仕上がりこんな感じになっております。ええー？鏡は？眼球に映る自分の姿をご確認ください。球体やからわかりにくい。 結構切ってるはい、hey! 結構切ってるさっぱり聞かしていただきましたなんじゃここありがとうございましたなんていうお店ですかアイコンタクトですいやー何これめちゃくちゃ変な水着当ててもったアイコンタクトの愛は愛するの愛ですいやいやいや響かないです心にはあ。またお越しくださいませ,ませありがとうございましたどうもありがとうございました <laughs> ああ感じ悪ー ーニーズそんな減ってない感感じ悪 <laughs> 感じ悪悪ニーズそんな減ってないわ生配信の枠でイチャイチャするやつ感じ悪ああごめんなさいドックブラウンさんありがとうございますみんな映画不安がってるのおもろい <laughs> <laughs> どんなコメント流れてたか知らないですけど <laughs> そうなんですやってる間ちょっとコメント見れてなかったんで <laughs> 不安がってたんですかね皆さん視聴者不安にするやつ まあまあまあ、あのー、これがええー、コントシネマになった時にどうなってるのか、はい、そういうところも見どころですよねはい、うん、見どころだこれ実際ね映画の方では髪切っていますのでそうですそうですはい本当に子供大丈夫 <laughs> あい、はい、<laughs> ありがとうございます皆さんはいまあこういうのも収録されてますはいはい ジャルルさん危なかった両親誘うつもりだったけど一人で行きますいや絶対大丈夫です本当大丈夫ですネタチョイス間違えたあいや顔近いだけなんであの股間当たってのとか言うたからねあーそっかでも映画の方では言ってないかな多分あーどうやろ言ってないか多分もしかしたらね映画とはまたテイスちょっと違うんでちょっと変わってるかもしれないストペさんこれでエロムービーですか違います r てありますかないです全くないです チョイスミスミっってるってってるます <laughs> いやネタチョイスミスもないでしょこの YouTube で <laughs> 全然そんなんじゃないんであ音チャチーって言いますけども,もちろん音はちゃんとあれですよ映画の方は、はい、口では口でハーッとか言わないですからねジェルジェルさんは何役出ていますかできれば彼氏と一緒に映画見に行きたいです全11役ですはいはいでもそれぞれほんまに綺麗に半分ぐらいちゃう えー、56かなかなおそらくほぼ綺麗に半分ぐらいになってますうんうんうんあ全然コントやっても全然見てる人は減らないです、うん、ちょっと視聴者減ってたみたいですね、うん、でも <laughs> そうな、うん、<laughs> まあまあでもそんな劇的に減ってるわけでもないしねはい、うん、お気に入りの役はありますかと あ,まあ、あのね、あのー、男女コンビが出てるんですけどねはいあのー、2人はなんかいいですねはいうん仲いいのか悪いのか、まあ、揉めてはいるんですけどねコンビ間ではいその2人は僕は好きですねスーパーチャットさん4時間かけて映画見に行きます大好きですありがとうございますありがとうございますありがとうございます映画めっちゃ楽しみですありがとうございます 犬と見に行きたいのですが大丈夫そうですかだからわかりません多分無理はわいますよ今映画館で犬見たことないんですよねもういい時代にしても良さそうなんですけどね今も2608人が見てくださってますあるだすあるだすあるだす宮城も19日公開ですか宮城はまた違うんかな仙台はまた公開日があると思いますので19日なるんですかね宮城も公式ホームページをご覧くださいと本当すみませんははいい。山頂のね公式ホームページございますのではいよかったら えと公開する期間大体2週間ぐらいかな劇場1週間調子よけ,れば,子よければそうお客さんが入るとちょっとそれがまた伸びるかもしれない、はい、基本的には1週間ですベリーのハー感は薄いですかこれあの単独ライブ見に来てくれた方は分かるコメントだと思うんですけどもそうやねはい あのー、これもまあ単独ライブ見に来てくれた人が分かる返しにはなるんですけどベリーが鳩になる前に撮ってるんですこれ <laughs> はい <laughs> でもそのまあ,あの別にキャラが薄いとかいうわけではなくてね、ええ、うんなんかそれ,なそれはそれで面白かったですよもう今コメント欄はやっぱり映画公開が1週間という短さに今大盛り上がりです <laughs> そう<か>短っって <laughs> まあねあのー、その だからだから皆さんが思うこれ映画とはまた違うんですよ。うん、あの1週間というこの期間の短さのせいで「チャチ」っていうコメントも来てますがあのね皆さん本当と、うん、一回とりあえずあの「チャチくて」か,チャチかったとしても見てから判断しましょう <laughs> ね本当に <laughs> そうですねはい公開期間は短いですはい、はい、だこれ今回ね、まあ本当実験的にねコントシネマみたいなのやって映画館で流してますけど今回が成,成功すれば、はい、次のコントシネマはドーンと。 もっと長く映画館で見れる可能性だって YouTube で有料公開あるないと思いますそれがはいもしそういうのがあるとしてもだいぶ後やろねだいぶ後やろねう,んうん、うん、とりあえず今はもう映画館でっていう感じです沼さん頑張って公開1年間1年間に引き延ばしますお願いしますああいわああそううん DVD 化ししてほしいいいいもったいないはい、プスそれもねまあなるとしても結構後なのかなまだそういう話は出ておりませんじゃあコントいっときますかそうやなえー、コントシネマ山頂で、えー、披露されるコントこれの白掘りバージョンちょっと今見ていただきたいと思います2本目 2>、うん、えー、っと そうね。ちょっとちょっと用意しますちょっとはやれよなんで俺だけやねん。できたら言うてねちょっとは手伝えよなんで俺だけやねん。ああこわ。 そろそろできそうやお願いします映画三条の中でやったコントをチャチーですがここでやってみようピンポンあ、あーはーいガチャあすいませんはいはいはいあの最近ちょっと 隣に引っ越してきたもので。あーどうもどうも。ごめんなさい、すみません、急にお邪魔して。すみません、あれもしかして僕一人ごとめっちゃするんですけどうるさかったですかあ。あそういうことじゃないんですけども。あはい。はい。あのー、僕あのー、ちょっとマジシャン目指しております。あそうなんですか。はい、そうなんです。すごーい。あのトランプマジックをよくやってるんですけども。はい、あのー、それ練習してたんですけど知ってますかね。はいはいはい。<laughs> あの。 トランプが一個選んでもらったカード一個なくなるんですよ。はい、<laughs> そんばからね。はい、あ、用ありますよね。あ、なくなるだけじゃなくて、はい、横にあってあるレモンを切ったら、はい、そうなんだから、はい、そのトランプが出てくるというマジックあるじゃないですか。ああ、用やりますね。あれすごいでしょ。あ、あれあれどうやってやってるんですか。<laughs> 見たことあります。 いや、ああの、あの、テレビでは何のも見てもらああ、それ練習しててそれってめちゃくちゃ難しいんですよあ,あやっぱそうでしょうねはいそれで失敗しちゃってはいあの、家でやってたんですけどその、消すとこまで行ったんですけど、はい、横に置いてあるレモン切ってもそのレモンの中にそのトランプ入ってなかったんですよあれと思って、はい、大事なカードやのにと思ってで、おかしいなと思って家にある冷蔵庫のレモン切って全部見てみたんですよ、はい、それでも全部入ってなくて、はい、あれと思ってどこ行ったと思ってこれもしかしたら お隣のレモンに行っちゃってるのかなと思ってお伺いさせていただいたんですけど <laughs> えなんて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 あのお隣のレモンに行っちゃってるのかなと思ってお伺いさせていただきました何が何があ僕のトランプのカードがははい、はいお隣のレモンに行っちゃってるのかなないないない絶対ないまだ練習中で下手くそすぎて、はい、あの消すとこまで行けたんですけど思ってるレモンに入れられなくて <laughs> いやいやいやあーそう,あそうなんですかすいませんあーいや大変ですね、はい、あのー、いやトランプ見つかるといいですね はい、お願いします<え>お隣のレモンチェックさせてくださいお願いしますいやないんで、はい、ないなんて見もせずに大事なカードなんですいや見もせずにってハートネースのあれがなかったらあれがなかったら僕トラウプ練習できないんですお願いしますいやそんなだって壁もあるしそんな貫通するわけないんでここのお宅にいなかったら上のお部屋に伺おうと思ってますいやそれやめた方がいいっすよ 左右上下全部いきます。いやいやいやああああ。あああだって大事なカードし。ああ、大事です。あのいやうち一応果物あるんで。あ,あるんですか。<laughs> はい。あのじゃじゃここでもうやめておきましょうね。もうここでなかったらもう諦めて新しいトランプ買いましょう。はい、わかりました。はい、え,えっとレレ,レ,レモンでしたっけ？はい。ああわかりました。ご迷惑おかけします。いやこれは切ったらいいんですね。はい、わかりました。じゃ切りますね。すみません。ではい。袖。いや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 。ダメです。その方向は。なんで？その真の向きに入ってるんでカードが。 縦に入ってますだから横にしてくださいあっこうそうですそうですお願いしますはいじゃあこれで切っちゃったらいいですねはいゆっくり切ってくださいねなんでズバッといったらカードに傷がいっちゃうああほやんこの人えこれマジで言うてるんですかあマジすいません下手そで気をつけますはいじゃあ切りますねはいはいゆっくりゆっくり うん。かわい。いあ、すいません、残念でしたね。あの、また見つかるといいですね。はい。残念でした。他の果物もチェックしてもらって。いや、もうないんです。すみません、お願いします。気が済まなくて。すみません。いい、いいですよ。あの、全部弁償しますんで。全然、あの、弁償も大丈夫です。こっちも、あの、ちょっと楽しんじゃってるとかあるんで。 すません下手くそで師匠とかいなくて一人で独学で練習してるものでああそうなんすかはいごめんなさいえっとじゃあオレンジでいいですかはいじゃあ切りますよえじゃあ縦に切っちゃっていいすかダメですよなんでカードに傷がいっちゃうギャグみたいこの横向きでじゃあバンと切りますねダメですってなんでカードに傷がいっちゃうもうギャグやん カードに傷がいっちゃうっていうギャブやんピンゲーディンやんダメですよそんなことしたらゆっくり切ってくださいねなんでカードに傷がいっちゃうギャブやん <laughs> 何回でも見れる <laughs> バーンって切っちゃいますよダメですってなんでカードに傷がいっちゃう,ちゃう <laughs> えー、なんですか最高なんで言ったんですかあすいませんはい。わあもう真剣にいじられてる嫌な感じがもう最高可愛い <laughs> じゃあバーンと切りますねはい。 ンじゃないですよ。ゆっくりですよ。こうですね。ねはい、ま、ゆっくり回しながら。回しながらゆっくりですよ。こうですね。こうですね。こう、こう、こう、こう。これでいいですか。はい。<laughs> <laughs> ちょっとそれ調べさせてもらっていいですか。え？失礼します。よしょと。<え>これがハートのエースなら。え？ ああやっぱりこっちにいってたどうやってやったやっぱりこっちにいってたーどうやってやったすいません下手くそでごめんなさいどよかった見つかったえどうやってやったんですかあすいません下手くそで僕思ってるレモンに入れられなくてお隣のオレンジにいっちゃうなんて下手くそですよねいや下手くそも何もすいません失礼しました金教えてくださいえ<っ>金教えてください まあもちろん手品なんで、全ての手品には種があります。そう、そうっすよね。あの僕も他のみんなに友達にやったりしたいんで。協力していただいたので、特別に種を教えます。よっしゃー。あの、これはまあ、はい、本当に、まあ、あのー。単純で難しいんですけど、はい、この消したいカードあるじゃないですか。はい、それを頭に思い浮かべるんですよ。あ、はい、まず最初ね。はい。はい、んで、がって力入れるんですよ。お、はい。ほんで、消すんですよ。

違う違う違う超ょ力超六力ょうど六エツマジックです何何それ何それあプロのマジシャンだったらこういう決めポーズにしようかなやすぽエツマジックです一気に種あるってなるで種はありますよマジックですから種れなんでしたっけガッって力入れて <laughs> イクウカに送り込んでガッって力入れて送り込むだけですちょうやん送り込むのが難しいんですよ違う違う違う消すのは誰でもで不思議な力を持ってるやんああ手品ですよ。 あ、そんなのめり込んで見ていただけるだけで僕は嬉しいですすごいはい、すみませんめっちゃ面白かったです失礼しました最後にあのギャグだけ聞かせてくださいギャグはいえー、なんですかあ、ぷーみたいな違う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 ギャグできなくて果物バーンって切ったら果物バーンはい自分で面白いとこ分かってないやんこの人 えおならぷっぷみたいなお姉ちゃん,、ねんね、ギャグできなくてすみませんすみません,ません失礼しましたとっても素敵な時間でしたもう自分の部屋だけで完結するようにしますんで <laughs> 失礼しますいやー楽しかったどうも山頂,山頂ありがとうございましたああーすいませんすいません全然減ってないや感じ悪い このネタも入っております。はい。はい。このそれぞれがあ他のキャラクターにどう絡んでいくのか、うんはい、それも楽しみですよね。はい。うん。はい、はいえー。先ほど、はい、ちらっとね。はい。 言わせていたただきました全国のセブンイレブンで3丁のポスターが印刷できるというあれれですこセブンイレブンネットプリント、うん、番号が98817812スクショしてね98817812この番号を入力すればセブンイレブンで全国のセブンイレブンで3丁のポスター印刷できます。ポス 19日の23時59分までじゃあもう19日までや19日の夜までです本当に。はに、い、それまでの間印刷し放題ぜひお願いします即死終わりましたかたはいまた後でツイッターの方にも情報を載せさせていただきますはいはい988おっ17812 ゴロで覚えた。はい。ゴロ教えてください。ちょっと長いんですけどね。え、長いんや。長いです。区役所。区役所。区役所で九八？区役所に行きます。はい。区役所九八。ほんではいが八一や。はい。那覇。はい。なるほど。区役所に行きます。区役所に行きます。区役所。はい。どこの区役所ですか？

本当にね、昔から、ね、語呂合わせが得意でね英そうそう単語も全部語呂合わせでもう余裕の満点もうあの高校の時の英単語のテスト、うん、もう余裕で満点やねんな余裕の満点ですでもほんまに次の日には忘れてる忘れてます何ら学校行かれた電車で全部覚えて <laughs> いやほんますごい、ね、全部覚えて満点英単語の覚えるスピードすごかったよな <laughs>、うん、でもほんまいちいち忘れる受験の時はもう何も出てこない全部忘れてたよな全部忘れてた でもその中で一個僕が覚えてて未だにこの覚えてるのがあのエビデンスですねエビデンスという英単語の意味をこの小テストで出たときに福徳は、ああのまエビデンス、証拠ですよねエビダンスって言ってエビがダンスする証拠はないみたいな語呂合わせでエビデンス、エビダンス、証拠っていうので、未だに覚えてますあんましっくりきてないのねな、それ要そこまでよく覚えてるもなぜかエビデンスだけ覚えてる大したことないのになエビダンスのエビデンスはい そういうい覚え方もあるみたいです、ね、よろしくお願いしますくるくるジョーさんはいジャルジャルさん最高ありがとうございます <laughs> エビダンスはいもううん 基本的にね、はい、こっちはね、7分遅れてます、コメントこんなに遅れてる映像は結構リアルタイムなんやけどねなんでなんやなそっちに頼った方がいいかもしれんなあ、すごい、ルナチさん、うん、人生初スパチャですジャルジャルに興味示してる友達連れて映画見に行きます一人での満開見ますめっちゃ楽しみで寒くなってきたのでご試合くださいありがとうございます初スパチャをこんなところでありがとうございますうわ、ありがとうございます緊張しますよね、スパチャってこれ果たして貼ってるのかとか確かに僕もしたことないんでわからないですねこの間ね、あのジャルジャルアイランドの方のコントで僕は。 コントとしてスパチャやりましたけど、確かに緊張しました。あ、印刷っておいくらなんですか？な、印刷おいくら？百あ百円、百円だよな。百円かきてますね。そんなもんかな。あ、すごいリアルタイム。えすごい、すげえ。おなおった、すごい。宮崎は11月26日金曜日からです。来週の金曜日ですね。はい。はい。よかったらお願いします。 山頂の山頂、まあ、を告知させていただけるということで、あのー、結構ねいろんなこの各地方の番組にちょっとだけ出させていただいたりする予定ですはい、はい、各地方の方よかったら見てくださいそして、えー、ネタサロン、はい、会員の皆さんの「えーはい、ゼロから新ネタするやつの、えー、公開収録があるかもしれませんよろしくお願いします、はい、各地方でやらせていただくかもしれませんお願いしますお願いします 山頂って何ですか映画ですそうですはいそうです、コントシネマすジャルジャルのコントを映画館で楽しんでいただきたいですネットプリントですが、A3 で100円、ハガキから B4 だと60円、L 版だと40円ですなるほど、サイズを変えれるんや自分で選べんね決まってないや、よう考えたらそうやなはい、はいはい、ありがとうございます鹿児島でも見たかったです、チャラ版の出身地なんだから チャラー番長チョで鹿児島出身屋久島ですねあ、そうなんや屋久、はい、島出身なんや <laughs> 鹿児島弁出えへんなそうやな、うん、頑張って大阪弁喋ってんのかなかもしれんなジンギスダン楽しみです北海道で話していただきますあ,あそうなんすねはい、えー、ドラちゃんさんジャルジャル大好きなやつです映画を見に来ますありがとうございます じゃああれです、ねはい、あの、まあ、このコントシネマ「三丁」の中で、えー、収録したんですけどロケして撮ったんですけどちょっといろんな兼ね合いで泣く泣くカットしたコントがありますそれを今ちょっと特別にやらせていただきます最初なあの全部撮って 全部撮って、まあ、軽く編集してガッてやったら3時間半ぐらいあったんですよ。いやそれえらいこっちゃやとそっからもう編集編集ガーッとやっていって泣く泣く落ちた落ちたというかなくなったそのコントをちょっと今回やらせていただきます山頂には載ってないですけども実際ロケはしたというやつです。 いきます山頂で収録したけどまあ時間の都合上なくなくカットされたコントお願いしますガラガラあすいませんあすいませんはい一人であはいはいはいあお腹すいたテーブル高っ はい、えい、ー、本日日替わり定食生涯定食になってますねはい、はい、お決まりになりましたお呼びいくださいん <laughs> 兄ちゃんあ兄ちゃん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 兄ちしかおれへん兄ちゃん,俺兄ちゃんマジうんあはい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 

あ,あごめんお水ちょうだいあ,あごめんねもうボケてもうてねー何を言って <laughs> はいお待たせしましたお部屋ですはい <laughs> あー兄ちゃん兄ちゃんわ、わしやねあ兄ちゃん兄ちゃんああい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 これ兄ちゃん一人でやってんのあ,あうちあのばあさんとやってますのよええ。あ奥の姉ちゃんそうなんやあ。 えー、あカップルでやってんの なんやだからこうやったかい雰囲気んないな夫婦でねやらしてもんてねえー、そうなもうばあさんと幼なじみでねああもう2歳の頃から一緒ですよあ、えー、あんで20の時に結婚してねああ23でこの食堂を始めてああもうわし88ですわラブラブやなもう何年やってるかよう分かりまへんよもうええーうん、そうな常連のお客さんとかおんのああやっぱ3世代で来てくださるお客様もいらっしゃいますよ兄ちゃん目当て、ね、姉ちゃん目当てで、ね まあ、じいさんとばあさん見当ててね来てくれるの、ね、な最高やなはい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 、はい、すいませんお待たせしました日替わり定食生ょご飯おもいんねわいただきまーす、はい、ごゆっくりどうぞうん姉、ね、ちゃんおいしいわーお婆ばあさん姉、ね、ちゃんってお前のことやぞ <laughs> わしなんかずっと兄ちゃんって言われとんねやから兄ちゃん最高 はい、ほんまですか良かったです良かったです、えー、兄ちゃんってことはあれさ、うん、兄ちゃんこの姉ちゃんの手料理いつも食べてんのあうちはばあさんの手料理一日三回食べさせてもらってます羨ましいな変わってくれよもうほん、ま、おいばあさん変わってくれ言うとるぞこういう風に言ってくれたら嬉しいな姉ちゃんまた来るわなおい姉ちゃんってお前のことやぞ踏みのことやもうちょっと嬉しそうに世界あーおーザカザカはい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  はいうちのふみえからのサービスです。もうなに何何？切り干し大根。もうありがとうもう。いやいやお代はいただきませんので。ええの？あもちろんきりセンターきりセンタうわあ今まで食べた切り干し大根の中で一番うまいわ。美味しいでしょ。ねえじゃナンバーワンや。おいふみえナンバーワンやとさ嬉しいなこんな風に言ってくれたら。兄ちゃんありがとうもう。あじゃ回しから回しから回しから回。はい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 。にいちゃん何？こらお代はいただきますん。回しかサービスひじきです。にちゃんいきなことすんな。いやいやもうきりセンタ 食べて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  ちょこれ直接伝えたいわあお直接伝えたいやとさ姉ちゃんちょっといろいろ感想とか言いたいから電話番号教えてこら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 何でやねん何したな、フミエにお前手出そうとしてるええかね姉ち、ね、ゃん一緒に食べようこっち来てなんでフミエもまんさらでもない感じやねんフミエそこは私は旦那がいますって断るなあかんとこにちゃうんかいな隣座って食べよう一緒にうな何を誘ってまんねん <laughs> なあ今フミエも今一歩踏み出したやろお前鉄壁やな兄ゃんそんなことしたらあかんぞお前ああゆっくり食べてくださいよほんまにああああでも美味しいでしょ ああ最高やね。あの僕はまず一三回食べさせて持ってますからね。ああ全部食べきられんかもしれない。ああまあゆっくり食べてくださ、い、あれとお部屋入れましょうか。ああお部屋入れて。はい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 ふみちゃんふみちゃんお水お水お水。はい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 。お待たせしました水です。ごゆっくりどうぞ。どうですか美味しいですか。美味しかった。あよかったいっぱい食べてくれてね。ごちそうさまでした。あのまた来てくださいよほんまに。まだ来るわな。うんはいはいはい。 トミちゃん、もう帰るって。あいじゃあ,あのありがと日帰り定食であのキリボシサイコンドひじきはもちろんお代いただきませんので、お会計五百円になりますね。はい。五百、うん、円になります。うん、そうそう,そうそう。べべべラべラ喋らないで。あ,<ー>あ,あごめんなさいね。五百、ね、円になります。ああ五百円。はい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 。はい あちょうどですかはいはいはい、はいはい、じゃちょうどねはいはいあのおじいちゃんまた来てねうんままままた来るわふみちゃんおじいちゃんもう帰るってうんお坊ちゃんも元気でな、うん、あのおじいちゃん今度いつ来てくれるの、うん、まあまあまあ、まあ、また来るかほんまにお嬢ちゃんも安じなあああふみちゃんもうおじいちゃん帰るって言ってるでえ今度いつ来てくれるの まああままた来るから。約束やで,約束やで当たり前やからちゃんと勉強じゃなかったよ。絶対に、ね、こんなにつけてくれんのいい子にしてたらすぐ来るから。ほんま、絶対絶対じゃもうほんま体無理にせんといてよ。当たり前だよ。まだまだ元気や。そおじいちゃん無したかまたつけね。はいはい、バイバイ。バイバイ。じゃあねー。ふちゃん、おじいちゃん帰ったよ。ふーちゃん、お待ちきしよう。どうも、さんちょー。ありがとうございまし<長> ありがとうございましたあ,あ、うん、平和なコントやな、うん、ありがとうございますほっこりホラーねありがとうございます、はい これがねちょっとね時間の都合上カットになってしまったんですけどもまあ言うと映画の撮影ではですね僕のおじいちゃんメイクなんかもねいやあれそう本格的やったよなもういわゆる特殊メイクっていうかなあれは特殊メイクまでしてもうそうそうそうあれほんまにすごかったなんか特殊メイクの人にも来ていただいてやったんですけどねこれはなんかなんかの機会にねこの特典映像的に見れるようにしたいなとは思っております はい、えー、でもですね、うん、この定食屋のあのまあいわゆるロケ地っていうんですかねはいはいロケ地はその山椒の映画の中で一応出てきますちらっとは出て,てきますはい、はい、この定食屋に入る流れで取った移動カットみたいなところにはちゃんと出てくるね、うん、そのまま定食屋行ってどこどこ行くんやけどもはいはいその定食屋がちょっとなくなって普通にこう歩いてるっていう感じになんですねそう,そうそうそういうことになりますはいはいユウのさんこのコント本当好きありがとうございます,あるだっす で結構最後もねあの外をあのおじいちゃんの格好で走ってるシーンで走ってたよな撮ったんですけどねほんま100メートルぐらいのストローク走ってそう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 めっちゃ走ってあのいわゆる便所サンダルで走ったからすごい豆ができてああうんでもまあなんか逆にねこんな気合入ったコントロールすらこうカットしたっていうそうそうそう木や入れようですそういうことヒデさんいつでも大好きですあれどとう山椒笑いと恐怖は神一重なるほどねうん。 まあ、このコント映像だけ、ネタサロン配信、ね、まあ、それはあるでしょうね。はい、はい、ネタサロン配信はするかもしれません。こんなにネタバレして、大丈夫なのこれね、ネタバレなってないんですよ。別に。そうそうそう、そうなんです。あのー、うん、ほんまそうなんですよ。はい。うん、<laughs> 全然チャンスよ。この今、要は白堀でやってるのと、雰囲気もまたガラッと変わるんで、ね。はい、うん。 いやー本当にどうですかねあの福岡の方々はあの行きますっていう気になってくれたんですねれ、ね、まあ今2800人の方が、えー、見てくれてるんですけども福岡の方どれぐらい届いているか分かりませんけどもはい本当によかったら映画館で見に来ていただきたいです福岡少ないって聞いたんで1回目も応募してきました <laughs> ありがとうございます1回でも行きますいませんういでねそうやね、はい まあ、トークショー付き上映各地でやりますけどもその内容はそれぞれやっぱりちょっとね変化のあるようにと、うん、いうことは思っておりますんでケリーさん、えー、仙台通してちょっと心配だけどめっちゃ楽しみです我々の心配ですね<私> <laughs>、はい、これで何に申し込んだんかないやほんま気になるとこですわ前ねあと4日ですからね言うてねはい、うん、福岡行きたい 東京は外れちゃうとかあったんですけど福岡の方がもう、はい、キャパ的な問題もあるしねはい、うん、1>, 1日で38本もコントするやつ確かに今日38本もいくかもしれないんですけども、ねうん、1> 朝1本やってるんで39本目になりますね <laughs> 忘れてたマーブルさん広島でしてほしかったありがとうございます、うん 在地でできれば見に行くようにします。北海道応募しました。北海道を行かしてもらうも久々ですね。あれだそんです。はい。うん。やー本当にもう一時間ぐらいやりましたけども。はい。ねこの思いがどれだけ届いたのか僕たちの思い。 届け my heart for you きつう <laughs> えー、まあ時間もちょっとあるみたいなんであ、そうかはいうん。あのー、なんかやっちゃいますあ、そうやね、セクリアね、はい、じゃあ即興コントやりますかみち、えー、さん、福岡生まれえー、スウェーデンのもので山頂は見れないのですがいつか見れる日を楽しみです <laughs> あのね、スウェーデンで思い出しましたけどけほんまのスウェーデンの人やわあ、ほんまにまうん、ほら スウェーデン在えほんまやほんまや<な>あのー、この映画をね、見たこの映画媒体の映画詳しいライターさんの方が、はい、あの三条を見て、はい、あのイスラエル映画のようだと言ってましたちょっと分からへんな <laughs> はい、映画通すぎてイスラエル映画好きの方はもしかしたらハマるかもしれませんね <laughs> どういう映画だよな <laughs> んやろなイスラエル映画の,その代表がちょっと分かれへんか <laughs> な,なんか雰囲気がもうイスラエル感出てたみたいな見てみたいですね、うん、一星さん群馬でしないの定期的確かに群馬で、ね、すみません単独ライブしたことないですねい、はい、もし近くのねとこであるんで来てくださいちょっと遠いと思いますけども、はい、まあでも案外今のはいい告知なんじゃないですか あの人が言ったね、エスラエル映画っぽいな、確かに確かに、どういう雰囲気やねんと、こんな雰囲気だそうですね、たくさん取材受けさせていただいたんで、徐々にそういう記事も出ていくと思います、はい、じゃあ、即興コント、もう最後やって、はいじゃあ、そのタイトル募集しましょうか、○○のやつ、まるのやつ、はい、そっちでじゃあ、頼むわ、ロンドンから応援してます、三畳みたい、これ、マジや、マジ、マジ、マジほんまや、ユーロで、ありだとうござす。 さあ、どんなやつが来るのかすごいなロンドンから見れんねやはいロンドンスウェーデンすごい時代やでこのちっちゃい白リでやってることが世界で見れんねやってもう1時間経つんですね今日の楽しみがもうすぐ終わると思うと泣いてまいそうですああ涙に見られへんやつ <laughs> いろいろねあの調べましたら僕は涙腺軽くでギュってやってますけど涙腺、うん、っていうのはここにあって、うん、で涙が出てくるこの穴は涙点らしいですね涙点うん類名称的には点ってあのー、あの点点数の線そうなんや涙点が今ね穴あるやんかあるあるこれ涙点らしいですよそうなんや涙腺軽くでギュっていうのが正しいですね涙点があまりにもこう馴染みないから、うんうん、まあでも涙腺をこの締めてるということでああ<ー>、うん、お許しください。 ルイーゼンコルクの安売り、<laughs> <laughs> 価値なんかないですから、<laughs> 価値超えてないですから。<laughs> 価値を見出していただいてありがとうございます。いっぱい来てる？いっぱい来てます。もう来すぎてて選べないです。あそれね。本当、えの,あのもうばあって来て止め、あ、すみませんは、ね。はい。

うわーうわちょっと待っていいやーうわすごいすごいすごいめっちゃすごいこれうわ早いよいしょこんなセクシーな僕でもうわすごいすごいこんなセクシーな僕でもへ,<ー>へーこっきーますブすごい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 ああさあどんどんいっぱいありがとうございますどんどん即興コントタイトル 即興コントタイトル波乗りスーパーチャットで2人とも宮本浩次さんみたいなやつって言うてきたんですけどちょっとファンの方に怒られるかもしれない下手なことはできませんね本当に宮本浩次さんねあそっか即興コントのたくさんのコメントがブワッときてる <laughs> 即興コントのタイトル温泉ジャボンいやーすごいああ 風呂入りてえな。なんだ、この即興コントのタイトルいっぱい溜まってるな、ここに。うわ即興コントタイトル温泉、ジャボーンポカポカポカ、はあ、腹減ったな。パンに何か挟みてえな。なんだこれ、即興コントのタイトルいっぱいあるな。よし、パンで即興コントのタイトルを挟んで、即興コントタイトルバーガー美味、えー、しいう,うわちょっとやべぇ、話すて。やべられへんから、うわぁ。 あななんか手洗いてえな水道水水道道じゃあなんだあ<ー>水道からなんか即興コントみたいなタイトルがいっぱい出てきたうーん即興コントタイトル手洗いよっしゃ,ゃかどっか行ったあっクソいや手離してどっか行ったクソあ歯磨きてえなでも歯ブラシねえんだよなどこやあなんだこれ即興コントタイトルいっぱいあるな <laughs> 適当に1本抜いてた即興コントタイトル歯磨きどこや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 どっか行ったクソ ええー、どっか行ったあれなんでやよしスパットどっか行ったよしなんで<習>どっか行くね<習>これ練習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 どっか行くねこれバキあバットが壊れたよもう練習できないじゃないかおなんだこれちょうどいいのがある適当に選んで即興コントタイトルこれにしよううん、うん、即興コントタイトル素振り 即興コントタイトルゴールテープ即興コントタイトルザブトンふっかふかよ選べはい早よ選べ無理やねん早 <laughs> よ選べ無理やね <laughs> 何が無理なん戻んねんバッて動くね 適当に止めたやつじゃあかんの適当に止めるやつできてじゃんもう適当に止めるやつじゃん動くねもうなんでこれああそうか止まれねえベルベルってんかああもう止めたはいえ汗ばんでポッケからタオル取り出したらパンツだったのを軽い知り合いに見られるやつえ汗ばんでポッケからタオル取り出したら パンツだったの。コント汗ばんでポッケからタオル取り出したらパンツだったのを軽い知り合いに見られるやつ。ああああ。せっかく電車走ったのにあ乗られへんかった。暑いわ汗。ああ服か。あああれこれタオルちゃうぞ。 あ、パンツやん、どうも、パンツ、あ、どうも、どうも。あ、どうも。あ、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 先日はどうも。ああ、すみません。あ、どうも、どうも。あのお打ち合わせさせていただいて。はい。はい、はいすみません。はい。あ。どちらが主導するかっていう話になりまして。はい。これなの打ち合わせの。はい、そうです。あ、はい。あ、そうなんです。結局も間の人間が動かすということになりましたんね。本当ですか。よろしくお願いします。でも、走ると。まだまだ暑い季節ですね。すみません。失礼します。はい。ああ。 見てたらそれがパンツやったのが見られた。えめっちゃハズイ。 え、めっちゃ知り合いとかやったら「お前あん時汗ばんでお前タオルで拭いてたけどあれお前パンツやったやろ」っていじられるけど軽い知り合いから絶対後日軽い知り合いから会ったとしても「あどうも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 あどうも,どうもあっどうも」で俺はずっと「うわこの人パンツのこといじってくんのかな」と思いながら絶対ある人いじられへんやんえめっちゃ恥ずいえなえで軽い知り合いも軽い知り合いだって打ち合わせの時にこう端っこと端っこに折っ,ったもんどうしやんか。い<あ><の>ません、ったと思うんで、はいはい メモさせていただきます。はい。すみません失礼します。ねなんか、はい、本当にまだまだ暑い季節ですね。冬はまだ来なさそうですね。ちょっと次がありましてすみません失礼します。 あ軽い知り合いでギャー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 独り言言ってんの見られたえめっちゃ恥ずいねんけどしかも,なん,かもうなんか軽い知り合いじゃなくてもっとおかりしようと思ってこっちから世間話持ちかけてのになんか断られたえそれが何かほんまリアルにめっちゃ恥ずいえっていうかなんでパンツやったんそれがめっちゃ恥ずいねんけどなんか俺もなんか必死で汗ばんでるのをフォローしようとなんか走ったら暑くなる季節ですねって言われたらなんかもうかま ああみたいな感じめっちゃ恥ずいあの感じが軽い知り合いっていうのがめっちゃ恥ずいああもうめやばいぐらい恥ずいんけどもう絶対いやいやこんなん申し訳ございませんあの受け持ってたものがですねあの連絡つかなくなってしまいましてちょっと拍手に戻りましたんですみませんでもねまだ数分しか立てないですもんねあの今連絡を受けましてあそうなんですかなので一旦このプロジェクトから我が社引かせていただくという形になりますすみません申し訳ございません 失礼しますねでも本当にいい社風ではいありがとうございます、うん、失礼します、ね、あれですよねそうですジャケットスタイルじゃなくてもね、はい、あー軽いしれにギャー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 独り言言ってるとこ見られたまた見られたえ最悪やめっちゃはずいねんけどえねな,なんでこっちがこんなギャーギャー言うてんのに普通に来んのもう来るなよそんな,、ね、な白紙に戻ったなんでなめっちゃはずいねんけどあこんなはずいことないーどうも山長山長 <laughs> あ,あ,ありがとうございます、うんはあ、ありがとうございますありがとうございますいやあっちゅうでしたねあっちゅうでした、はい、生配信やるといつもあっちゅうで,です、えー、何はともあれ11月19日山頂公開されますのでよかったら 映画館の方でで見ていいたただきたいですもう本当それを伝えたいための配信でございましたそうですあの公式ホームページございますのでよかったらそちらの方で、えー、映画館の方なんだかチェックしていただいて見てくださいお願いしますはい本当にお願いしますありがとうございました本当にえー、この雰囲気はもう終わってるよね配信ね終わったねあどうでした もうちょいまあ、お前悪いわれパンパンパン行きたいねまあ、悪い。悪い。な。いや悪いじゃん。悪いじゃんや。俺がバーって言ってるやろ。俺がバーって言ったらバーって挟み込んでこいや。な。どこどこでやん、ね。<laughs> いや、どこでやねん。大体分かるやろ。俺がおつないだってね。な。いや、俺が寝たらめちゃ時間かかるの。いや、そこやんけ。そこもそうやけど、俺がバーバーバーバってしってたらバーバーって挟み込んでこいや。そ,それやな、どこやね何年やってんねごめん。 ごめんちゃうやんけそれまちょっとあの話し合うんだよ今ごめんちゃうやんけおっちゃうよえつ、え、らいな悲しいよな <laughs> その顔 <laughs> 分かれへんわお前のことが <laughs> 俺な長い付き合いやけど俺こいつのことよう分かれへんわ <laughs> もう終わってねこれ <laughs> お願いしたお願いしたお願いしたちょっとたお願いて。